3251番埼玉支部の平石です。最近はっていうかもう自転車が趣味でよく、まあ、山の方に登りに行ってます。そうですね、まあ寝てる時が、まあ、実感ないんですけど幸せかなとは思ってます。体調管理はやっぱり睡眠ですかね。それとまあ、自転車乗ってるように体を動かすことです。最近のレースで点数つけるとしたら、まあ最近あんまり良くないので、まあ、70点ぐらいということでお願いします。ここ徳山はもう何年ですかね、20年以上優勝してないと思うんで、優勝したいと思いますので応援よろしく。はい、3743徳島支部の林です。趣味はゴルフ。まあ幸せだなと感じるとき、ゴルフやってるときですかね。体調管理で気をつけていることは体重管理ですね。最近のレースの点数ですが、まあ100点ぐらいじゃないですかね。まあ優勝乗れるように頑張ります。4136福岡支部の高岡充です。そうですね、一番幸せだなと感じるのは、まあやっぱレースで1着走った時ですね。まあ、体調管理はしっかり食べてしっかり寝て病気にならないことを気をつけてます。最近はちょっとフライング切り立てで、まあ0点ですね。まあ、でも徳山でちょっとしっかり100点満点を目指して頑張りたいと思います。ちょっと今節は天気悪い状態から始まりますけど、ぜひレース場に遊びに来ていただいて応援いっぱいしてください。お願いします。4239山口支部武田達也です。趣味はポケモン GO です。最近は一番、そうですね、3人目の子供が今3歳2歳かな、まあ、その寝顔を見ることですね。体調管理は最近は筋肉をつけて体力をつけるようにしてます。最近レースはまあまあ調子がいい部類で7点オーバーしてるんでいいと思います。地元で走る A1 になって初めて、徳山で走るんですけど、応援よろしくお願いします。登録番号4496の、東京支部内堀学です。趣味はお酒を飲むことです。一番幸せだなと感じるのは、家族と過ごしている時です。最近のレースの出来は、前期と比べると調子が悪いので50点ぐらいです。徳山は、大好きなので今節も、優勝のルーキーで来ました。一生懸命走ります。4831号福岡支部花直哉です。趣味や特技は最近同期とサーフィンに出かけたりしてます。まあ、一番幸せだなと感じるときは、そうですね、やっぱレース終わりとかにすごく美味しい食事行ったりとかお酒を飲むときに幸せだなと感じます。体調管理で気をつけていることは、まあ少しトレーニングをしたりメンテナンスマッサージなどすることです。最近のレースの出来に点数をつけるとしたら、そうですね、50点くらいですかね。はい、まあ、いい時と悪い時の差がまだ最近はあるんでその点数です。今節の意気込みは優勝目指して精一杯走りたいです。ご声援お願いします。